アーティストによる復元図復元図マラスクスは三上気中期、ラディニアムに生息した恐竜に似た鳥形類の属の一つである。化石はアルゼンチンのチャニャーレス層から発見されている。全長40センチメートルほどの小型の捕食者である。タイプシュ・レガシクス理論史スローマー1972は 最初ラゴスクス族の第二の種レガシックス理論シスとして記載された。しかし、1994年、ポール・セレノとアンドレア・ビー・アーキチーは研究の結果、ラゴスクスの最初の標本はあまりにも保存状態が悪く、他の種をこの属に含めることは不可能であると結論付けた。そしてエルリ理論シスは独自の親族マラスクスに再分類された。人の足と比較した。 生態復元図2003年以来マラスクスは恐竜に最も近縁な仲間であると考えられていた。現在ではその地位はシレサウルスシロサウルスなどの他の恐竜様類にとって変わられた。それでもなお、マラスクスは未だ恐竜の形質の進化と起源を理解するのに重要な動物の一つである。一下に示す分岐図は恐竜様類の規模はネスビット、恐竜類は バロンエトールに基づく。ありがとうございます。